皆さん、ポコニャチは。あれ、久しぶりのミンバトじゃね。確かに最近どこまでマリサが多かったもんね。どこまでマリオな。早速デフォルトコースからのスタートだが、砂漠のこのタイプってもしかしてあのコースか。これって普通は森のステージよね。上から行けば水に浸からず進めるが、砂漠だから水はなし。ちょっと何やられてんの。はぁ、これはさすがに負け。いやでもあのコースだったらまだワンチャンある。幸い表エリアには誰もいないみたいだし。あ、もしかして。大旋風。よしよし、やっぱりあのコースだった。そういえば前もこのコースでショートカットしてたよな。どうかルイージも来てるとか危なすぎでしょ。ということはルイージも知ってたってことになるな。ふぅ、なんとか勝ててセーフだね。あ、またデフォルトコースね。マリオだからいいポジションは取れるが。いやみんな後ろからジャンプ上手くない？2番手からのスタートになっちまったな。え、あれ？気づいたらドベチンに。いやなんでよ。土管に入るタイミングが悪かったか。でもこの後ちょっと待たなきゃだもんね。キノピオの売り方がうまい。やべな、今の売り方はぶつかりそうだった。セーフ。だけどキノピオは抜かせなかったわね。まずあとは最後の土管炎勝負だけだ。あ、無限頭プニプニはやってこなかったわね。だかなんでジャンプしなかった。ごめん、焦って入らなかった。オッケー、それでも先に入れたわね。ふぅ。これでゴールだよな。いやー僕も慌てたけどキノピオもかなり慌ててたね。先頭に出たら僕が無限頭プニプニをしたかったけど。ま、今度機会があったらやってくれよな。デフォルトコースはかなり当たるからね。さあイカリング花子が2匹いるんだが。いやいつまで言うつもりなのよ。しまった、ドッスンに激突しちゃった。こういうコースって短いイメージがあるけど。だーもうルイージにゴールされてるぞ。ちょっと待って、せめて僕も一緒にゴールを。あ。もう、結局何もできずに負けじゃない。せめて爪痕を残してこいよ。爪痕なら残してきました。で、これはバルーンレースかしら。行くぜ。で、あっと始まってしまいマリサ。ポコニャン選手はルイージです。あのバルーンレースですよね。マリオ選手の後を通ったことでバルーンをスルーするという。確かにこれでそのままゴールだと強いのですが、バルーンがないと進めないギミックがあると、そん時はそん時ですね。まあ最悪頭狩りでどうにかしてもらいましょう。空中に土管が設置してあったら最悪ですけどね。ですがここまではかなりいい感じに進めています。ちょっともしかしてこのまま。あーなんとこのまま終わりでした。なんということでしょう。いやー、バルーンを取らなかったのはたまたまだったんだけどね。やっぱりあんたは運だけの男ね。あれ、この場とこって。行きません、行きません。さあ始まってしまいマリサ。ポコニャン選手はマリオです。キノピコ選手も行かないみたいですが、そういえば前にコラボをした時に草屋さんがズルをしようとしたような。どうやってやるんでしたっけ。で、ああ、ここに USA キノコか。なるほど、これを取って上のブロックを壊すと。以前草屋さんはトゲに当たって USA をなくしてましたからね。本来はこのようにブロックを壊してから雲ブロックを掘るみたいです。そしてポコニャン選手が条件の50コインをゲット。真面目にプレイした選手が負けるという。ミンバとは情報戦ということがよくわかります。これは覚えておきましょう。いやー、ちょっと心が痛むけど大事な情報だよね。ああ、キノピコも知ってたみたいだからな。結構有名っぽいわね。てかこのコースも前にプレイしたこと何回かあるぞ。いやー、ボス戦にあるムササビコースだよな。あれ、これって戦闘有利だっけ。いや、ボス戦があるから追いつかれはすると思うけど。だとしても早く行くに越すことはないな。てか、そのスピンからの上昇ってめちゃめちゃ強いわよね。助走なしでもかなりの大ジャンプができちゃうからね。高すぎてそういうミスをすることもあるけどな。結局みんなに追いつかれてるじゃない。まあ、この後地味に難しいギミックとかあったりするし、戦闘集団だから一発で成功しそうな。あ、マリオは失敗したみたいよ。よし、2番手に浮上だ。確かこの後ピンクコイン集めだから。おお、キノピオに追いつけたか。よし、2枚目は絶対に僕が。よし、取れたわね。ま、その後にボス戦もあるんだけどな。よし、トマス浮いてるから担がれないわ。逆にキノピオは上昇で遅れちまうっていう。オッケー、ここからは戦闘を死守しよう。なるべくクイックターンをしながら。あっとしまった、今上昇したら。ああ、そうだよね、上向いてない。だから何やってんだし。もう、結局マリオに抜かれてるし。あ、でもなんか下から簡単に抜けられたわ。なんだそりゃ。まあ戦闘に出れたからいいけど。さあそろそろボス戦だっけか。みんなが来る前に倒しきるのが理想だけど。ルイージがかなり近い位置に。ここでミスってくれることを願おう。こんな感じで調整しなきゃなんないし。ま、最悪鍵取り合戦で勝てばいいのよ。なんなら作戦もあるしね。まずは速攻で2回オンオフを作動させる。何回か作動させるとイリーがやられるんだっけか。いや、オンオフを変えた後はパウを叩かなきゃいけない。ガリガリが厄介だな。これってパウが発動するとブラガが落ちるのよね。で、ああ、鍵はポコニャンが持ったことに。そうなんです、結局ブラガの足で倒したから一番近い人が鍵をもらえるシステム。それがポコニャンの作戦だったと。だから追いつかれても慌てなくていいのさ。わざと倒させるのもありなのか。なるほど、勉強になったぜ。結局ボス戦は二人だったから戦闘有利ではあったわね。さあここも前に。ああ、やられちまってんじゃねえか。決まった、トゲメットは登ってくることを忘れてた。短いコースだったらやばいわよ。あれ、だがみんなやられてね。おお、これはラッキーだ。
またやられるんじゃないわよ。リズムに乗れさえすればこのまま。いやーもうゴールじゃねえか。コメントゲメットが怖くて待てなかった。まあタウン勝ちしやがって。さあ次のコース。お、これは1の1っぽいな。ということはショートカットの土管勝負ね。嫌なんだよその始まり。結局3番手からのスタート。でもキノピコを抜かせるわ。あとはマリオとの勝負。おっとごめんよ兄さん。だー頭がりしてクリボーに激突させた。あれなんならキノピコもやられてない。じゃあ僕の独断と宣言。いや独断上な。意味がわからなすぎて視聴者さん大混乱よ。で、この後1の2が来るかどうか。じゃあよかったこれで終わりだった。あそこでマリオがやられてなかったらどうなってただろうな。結局スターを取ると思うからそれでワンチャン。でも、3D ワールドのスターは地面を走らないと加速しないのよね。ジャンプすると普通の速度になるんだよな。さあまずは前に。出られずドベチンに。いや何やってんのよ。お、でもほら吉尾さんが。おお、これでデニングって一気に大逆転か。どうやらその夢はついえたようで。やだめてん。もう、せっかくのチャンスを。いやきっとここからチャンスはあると思うし。てか、ヒゲ兄弟は。あれ、そういえばさっきから姿が。おお、やられたのか。食べられる側に。また追いついたとしても食べられそうね。無理やりヒップドロップで奪えるといいんだが。他に何かいいアイテムとかないのかな。でまた吉尾さんじゃない。おお、それで食べられることはなくなった。のもつかのままた食べられる運命に。いやさっきから何やってんの。ただキノピオとの差を広げるだけっていう。く、まだ諦めないぞ。あー、特に吐き出された。いやー、これは乾杯ね。狙いが完璧すぎたな。僕がやりたかったんだけどね。これはしゃあなしね。さあ気を取り直して次のコースだぜ。またバトルコースみたいね。乱入できるタイプはちょっと怖い。行くぜ。さあ始まりません。始まりませんか。どうやら落ちながらコースを把握していく感じですね。これは上に上がっていくタイプなのか落ちるタイプなのか。最初は上がると思いましたがどうやら落ちるみたいですね。なるほど最後はヒールドロップで一気に掘っていくと。というわけで始まりさ。ポコニャン選手はルイージです。ん、ちょっとドアインが遅れてしまいましたね。仕方がありません。ここから一気に出し抜きましょう。キノピオ選手とほぼ並走していますね。フレーム単位の調整が大事になってきそうです。早く行けるポイントがたくさんありますね。考えてる時間はないのですが。とここで先にブーツを履けました。あとはヒールドロップの調整ですね。いやーポコニャン選手キャンセルするのが早すぎました。いやー気持ちはわかりますがかなり焦ってしまいましたね。このミスのせいでかなり差が開いてしまいました。確かあとは掘るだけでしたのでここから抜かすことはほぼ無理かと。となると残すは表エリアでしょうか。条件がないのでいち早く土管に入りましょう。さあこの後は。だー残念ダイレクトゴールでした。あの焦りがなければワンチャンありましたね。く、今のは悔しい。確かにヒップキャンセルが決まると硬直しずに進めるからね。いやーもうちょっと最初に見ておけばよかった。さあ土管とドアに分かれてるが、どっちかが外れとかあるのかな。お、スーパーベルじゃん。でも先にマリオに取られちゃうか。あれ、でもこれ戻れなくない？いや、多分隠しブロックがあって。いやないんだか。ああ、じゃあこっちは外れってこと？そうなるとドアが正解。ああ、ちょっとゴールされちゃったわ。まあ表エリアだったらドアと土管だったらドアか。これからはああいう二択はドアにしよう。それで今度はドアが外れだったりするんだけどね。さあ今度はボス戦があるらしい。ということはこのフラワーは欲しいな。マリオに取られないように。ほらね。いやどっちも下手くそだったし。いきなり戦うのな。さすがに鍵は絶対に取りたいね。これってボスをマグマに沈めるのは普通の地面しかないから無理だと思う。逆に他の人からヒップドロップを食らわなければいいが。よし一旦ドアに入るか。く、食らいたくない気持ちはわかるけど戻った瞬間にヒップドロップ食らうんじゃ。よし大丈夫だった。代わりにキノピオが落ちてったわね。よし二人しかいない。今がチャンスだぞ。よしタイミング完璧じゃない。オッケーオッケー。これなら僕が開けて。じゃあ思った通りダイレクトゴールだ。攻めに行ってよかったな。マリオに落とされなくてよかったわ。あれ50コインを取ってからゴールって。待ってこれ嫌な予感がするわ。条件の奪い合いのやつだな。ダイレクトのもんかよ。だって喋ることがなくて。ていうかそこゴールじゃん。ここで王を一発で決められた。オッケーオッケー、すべてが噛み合ったね。よくさらっといけたな。さあ次のコース。スネークブロック起動させても特に意味はなさそうね。よし、前は取れたから。いや、レンジに割り込まれてるし。って、マスターソードをゲットしたわね。今のうちにどんどん進んじゃおう。ここでまさかのヒール。ああ、しまった、逃げちゃった。っていうか今ゴールの旗が見えたわ。ああ、マジかよ、ここでやられたら負けじゃん。く、
ルイージもブーツが脱げたけど、すぐに履き直して上を抜けるだろうな。っていうか別の誰かが言ってもおかしくないし。で、あれ？誰もゴールしてない？頭がりでさあ、アウトだろ。いや、なんで逆転勝利してんのよ。あはは、もしかしてルイージゴールの旗が見えなかったのかな。ブーツを履いて上から行きたかったのかもな。それじゃあみんな、次の動画へ行ってらっしゃい。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。